1、2、3、4、5、6、7、8。集合。はい。よし、昨日も言ったように 100m のタイムわかる。タイムの維持にこの大会、我が陸上部の代表として大会出すからな。大会出たいです。なんだ中村、やる気あるな。俺、陸上始めてまだちょっとしか経ってないんですけど、大会出たいです。もう初心者とか関係ないから頑張れよ。秘策があります。秘策？すごい自信だ。じゃあ中村から行こうか。はい、行くぞ。位置について用意。俺カール・ルイスなんじゃないの、俺カール・ルイスなんじゃないの、俺カール・ルイスなんじゃないの。まあカール・ルイスではないけれども。中村、ちょっと戻って。何？え？何これ、自己暗示かなんか。声聞かせてルイスに。でも最終的にカール・ルイスじゃないけれどもってしてたよお前。あ、ルイスではないんだ。あ、知ってる知ってる。え、これやめようか。ちょっとな、これ試合前にやった方がいいから。だったらもうあれ出すしかないな。あ、まだなんかある。はい、じゃあそれ行こうか。行くぞ。位置について中村。何これ、なんでこれ下がっちゃったの。チョロ Q からヒントで。あ、チョロ Q、 チョロ Q ってあのカリカリカリってやつか。中村はチョロ Q じゃないぞ。中Q でもない。中Qってな。いや、ふざけてんのかお前。ふざけてるんです。もうじゃあもう帰れ。もうおおおおおお、チョロ Q のやつやめろ。なんだお前、もういいよ、お前も大会出さない。もう 100m なしだ。だったらもう走り幅跳びにかけるしかないっすよ。初心者で無理に決まってんだろ。秘策があるんです。ああ、もういいよ。どうも、